スーパー G スムース。スーパー G ですね。の G3、Z3 ですね。スーパー G クランクの Z3。可愛いとこが出てきたな。はい、立山釣り具です。これメガバスのモノブロックというリールなんですけど、このメガバスのモノブロック何がすごいのかということについて説明したいと思います。正直ね、メガバスのモノブロックっていうとなんかデザインもそこそこだし、飛距離は最近のリールに比べればあんま飛ばないし、いや、でやったら値段高いじゃねえかと、何がいいんですかみたいな、まあ、知ってるメガバスのことをね、詳しい方はまあ知ってるとは思うんですが、まだねメガバスのことを気にしててもちょっとモノブロックの良さがわからないっていう方結構いらっしゃるみたいなんですよ。それをねちょっと説明したいんですけど、このメガバスのモノブロックっていうのは一番初めのこれダイワとコラボモデルとい いうなあれで出てきた初代のモノブロックです。これ僕2台持ってるんですね。でこれハンドルはカーボンのハンドル、スウェフトカーボンハンドルに変えてます。でこれハンドル変える前でだいたい 200g ぐらい、ハンドル変えて 190g 台のセッティングになってますね。モノブロック 100XRL でしたっけ、型番。この時ねこれ出した時はメガバスがアームズコンプリートっていうのを出した時で、それと同時にあのモノブロック出したんですね。でその時に台場は台場で似たようなもの、南部100式とか言ったかな、似たようなものを出しましたね。でデザインはこれ台場のミリオネアにそっくりなんですけど全く別物です。モノブロックはミリオネアにデザイン似てるんですけど、ミリオネアがベースじゃないんですよ。全く別物です。モノブロックという名前から分かる通り、アルミのモノブロック、モノ一つの塊ブロックですね、モノブロックから丸みのモノブロックを削り出しで作っている一体成型のリールなんです。まあ、一体成型といってもこのサイドカップ、あとこのマグダイヤル、この辺はまあ別にまあ切り出してますけど、このボディのフレームとかは一体成型なんですね。一体成型じゃない、成型じゃないですね。削り出しですね。ですので剛性とか半端ないし、感度もすごいですね。
説明してたら忘れちゃいましたね。 G クランク、スーパー G か、スーパー G の Z3 ですね。で、このモノブロックなんですけど、感度が凄まじいんですよ、感度。で、それはやっぱりこの削り出しのフレームによるところも大きいんですけど、それ以外にもこの賛否両論あるこの愛字のですね、これ評判自体ね、すごい悪いんです。でも僕大好きですね。アルミ削り出しのこの愛字ノブの感度がすごいんですね。まあ、普通、まあ、一般的だと、一般的なハンドルノブっていうのは圧縮コルクノブ、コルクなんで手触りもいいし、こう馴染みがいいんですよ、指に対しても。でも若干柔らかいので、もうここで感度がスポイルされちゃうんですね。まあ、こういうクランクなんかだとこう投げて、だいたい皆さんと竿先とかラインを見ながら、ここから伝わるブルブル感を手元に来て感じてっていう風にやると思うんですけど、僕はこの時このハンドルを回す指先の指、この指の腹ですね、指の腹をこの I 字ノブの先端のこの膨らんだ部分、ここにかけて回すことによって感度が増幅されるんですね。これ知ってる方あんまいらっしゃらないみたいなんですけど、この I 字ノブね、滑りづらいしつまみづらいんで、すごい評判良くないんですけど、このアルミの I 字ノブで、この先端の膨らみに指の腹を乗せる感じでつまむようにして巻く。これによってね、この水中のこの状況がね、テリトリーに分かるのか言い過ぎか、とにかくコルクの I 字ノブに比べると、コルクのノブに比べると全く違う感度なんですよ。すごい感度がいいんですね、モノブロックっていうのは。どんなに感度のいいライン、感度のいいサレ、そういうものを使っても、最終的にこのリールのこのハンドルに伝わってくる感じ、これでスポイルされちゃっているのを嫌ったメガバスの伊藤社長が、もう徹底的に感度重視で、あとそこそこその軽さ重視、まあ、軽さって言ってもまあ 190g 台なんで、そんなに軽いリールじゃないですよね、今となってみて。それと、まあ、あとこのサミングバーなんですけど、パッと見これまっすぐなんですけど、指を置いてみるとやたらこう指の腹に馴染むんですよね、親指に馴染むんですよ。これはこの ITO というデザイン、まあ、これ賛否両論ありますけど、まあ、この傑作加工、穴開け加工によるものもありますけど、実はここね、薄くこうへこんでるんです、削られてるんです、薄く。軽かったコンフェストなんかだとね、ここまっすぐなんです、ストーン。そこに乗せてみると意外にこう反発というか、親指がこうしっくりこない。ところがこのモノブロックに関してはこれ乗せた時に親指がすごいしっくりくるんですね。でこれ全然メガバス歌ってないんですよ、これ。このサミングのバーが実はちょっとへこんでるんですね。だからもんでパーミングもとてもしやすい。あ、それでパーミングで1個思い出しましたけど、悪いとこ1個あります。これパーミングしたまま投げるとこあるじゃないですか。こう持ち替えてハンドルガングリップですから、こう持ってクラッチ切ってこう投げる。これならいいんですけど、このパーミングしたまま投げるときってありますよね。こんな感じで、その時に力強くブッて振った時にこのマグプレートが回っちゃう時があります。勝手にブルッて弱くなっちゃう時があります。僕の場合は弱くなることが多いですね。これがちょっとダメなことですね。パーミングしたまま力強く振りかぶって投げると、サイドプレート、マグプレートか、マグダイヤルか、マグダイヤルが動いちゃう、回っちゃう。それちょっとダメなところですね。まあ、それもね、意識していればね、まあ、頻度は少なくなると思うんですけど、パーミングしたまま、まあ、パーミングがすごいねしやすいんで、まあ、パーミングしたまま投げちゃうこと多いんですけど、僕の場合はその時にね、意外に気抜いてるとマグダイヤルの調整が弱くなっちゃいますね。もうそれ以外はもうね、モノブロック満点ですよね。やっぱ飛距離に関してはね、メガバスが出しているシャロースクールとか
入れてもらえればそれなりの飛距離にはなるんですけど、軽かったコンクエスト、ね、カルコン DC とかあの辺とかと比べられちゃうともう飛距離全然もうダメダメですね、うん、まあでもねそんなに軽いものは投げないと思うんですよ、モノブロックで。ですんでね、ボート釣りなんかだったらまあ十分必要十分であります、モノブロックですよ。で僕今2台持ってますけど、このモデル今2022年ですね。一回もこう買い替えたい気にならないですね、買い替える気にならない。つまり何が言いたいかっていうと、買った時は高いんだけどここまでもう全く買い替えずに来ている。それでいて22年ゴリゴリ使ってきたのに大したメンテもせず、買った時と同じような素晴らしい感度を維持している。すごくないですかそれって。メガバスはこのリールを出した時に何て言ったかっていうと、100年リールって言ってたんですよ。100年後も買った時と同じように使えるリール、感度の力、この精密なこの動き、かっちり感しかり、これ嘘じゃないですね今のところね。2022年でも買った時のまま、本当にね大したメンテナンスしてないですよ。汚れを落としたり、あとグリスアップしたり、それだけです。それで2台とも元気に動いてますね。多分これ死ぬまで使えるんじゃないかな、うん、モノブロックどうでしょう。もう今となってはね、メガバス今最近新しいモノブロック作ってないので、なかなか新品を入手するのは難しいかと思うんですが、まあ、もしね次また新しいデザインでメガバスモノブロックスペチアーレとかね出てきたら考えてみてはいかがですかね。